万メートル第6組、ここは横田選手が出場します。大山ルビーサスとサンベルキさんが、はい、横田冷静にね。はい、冷静に行くよ。動くからね、十分走ってるからね。はい、いいペースで進んでるから冷静にね。何時に戻ってきた、はい、どのぐらい戻ってきたん？1キロ先の駐車場に。はあ、ごめんなさい、ありがとうございます。止められなかった。はい、あと一組だから、終わって終わったらすぐ帰ります。あ、はい、じゃあ終わったら、うん、ダウンとかもしっかりやっちゃっておいてください。あ、はい、はい、うん、任せます。あ、相田さんの方なんで、私的になら、はい、どこにあんの？なんか、分かんないから取ってきて。あの、最終組走ってる間に行っちゃっていいよ。あ、はい、あの女子で終わってゴールしたらすぐ女子連れて帰るから、ね、68秒、最終じゃねえや、稲田たちが走ってる間、あ、関野、あ、係り関野さんか誰か頼んじゃって、はい、はい、乗ってくよ。インコース入れたらインコース入ろうな。
田中流星負けたな。田中流星、まあ、社会人ベスト、社会人ベスト4年ぶりの29分大学3年ぐらいで怪我してるんだっけ、うん、29分台29、21回しか走ってないんだって29分台。あ、そうなんだ、うん、その時の試合見たよ。でも平国の記録会かなんかね、平国なんだ、組トップの方だったの、うん、早かった。箱根で五郎谷に憧れてって言ってる割には全然五郎谷と話してる姿見たことない。まあでもそうだ、同じ高校だもんね。誰？横田君か、横田圭介君。最近だいぶ調子良くなってきた。小野君、来年来る小野君が走る。なんどこの日大？日大？うん。珍しいね、日大から。前から4番目、5番目ぐらい。日大がちょっとなの？うん。結構ね。珍しい、珍しい。結構切れるんだよ。日大って初めてじゃないの？いや、渡辺哲也って戦後で全く走れなかったですか。はい、3分50で走って、全然入ってから走れなかった。いつ頃は宮本ってさ、うちにいたんだけど、うん、あの農大から入ってきた。いつ頃ってな、結構前だよね。前田君バリバリ現役の時、うん、現役の時いいペースなんだよ。あ、いいペースだよ、いいペース。はい、横田入った、横田いいぞ。1万の前田は全然序盤だから分かんないよね。合わないね。1万はなんとも言う、ただ条件はかなり良くなってきた。本当に相当良くなってきた。横田君ってあれ、小林君が28分台出した時あったじゃん、ラスト55、56続いて、あの時の2番なんだね。誰？あの横田。ああ、そうなんだ。そう、ラスト1周で。あ、その時そうなの。その時29.6だから、すんげえ離された。ああ、その時が横田君なんだ。小林だってラスト60入れてるからね、うん、ありえないスパート。この組でこのぐらい行ってると次の組でやっぱ早いね。確かに感じさせるからね。いいペース走る。あ、いいペース、いいペース。28分のいいペースだよ、いいペースだ。やっぱレース展開うまいよね。うん、うまいね。なんか実業団経験、いろいろ経験してるからね。周りに流されないというかね、自分の やっぱ力ちゃんと発揮できるんだ。うん、まあ、悪かった点は、うん、練習で勝手に自分で判断して抜いたりするとかもあったけど、最近はそういうのもなくなってきたし。芯の強さ。うん、今は最近はでも練習も全部こなしてるからね。あ、それは受けそうだね。なんか最初仕事に慣れるまでがね、仕事以外に大変だからね。はい、ベスト出るからね、冷静に冷静に。サンベルクス誰だ？走ってんの？うん、サンベルクス見たことないですよ。サンベルクスいっぱいいるからね。富山って行こうかな、育英大かなのか。サンベルクス、この組からうちは主力ですから。完璧に
らしいですね。富山、富山。ああ。だどうの？育英大学だと思う。育英。育英強いね最近。うん。薬科大も2人くらい強いね。あ、薬科大も強いね。何人かいなきゃいるんだよね。清和大学の渡辺和美君さっき会って32分30まで来ましたね。コーチ？コーチやってる？コーチやってる。すごいね。はい、横田いい表情だよ。7番いいぞ。今回小野君が結構強力ですよね。いい方針。私も東海どうなんだろう、頑張ってほしいけど。東海、うん、東海でも強いんじゃない？あ、打ってるよ。先回は絶対大丈夫だと思うけど、いつから全国なの箱根駅伝？来年じゃない？来年の。これでも関東に大学に集まりにくくなってくるよね。いやでも1回だけでしょ。1回だけなの？あれ記念大会だからでしょ。あ、そうなんだ。全然意味ないよ。あれが継続すれば分かるけどさ、うん、無理だよね。だから全然意味ない。継続するんだったら多分ずーっとね関東に寄ってこないよね。そうそう、1回だけじゃ何の意味ないよ。あ、でもこれ横田引っ張る展開になっちゃいそうだな。はい、横田、ためていこう、ためていこう。はい、小野くん、いいぞ。よし、持っていこう。小野くん、前出すことないかな。大学生に前出そうぜ。いやいや、彼は引っ張るようなタイプだよ。軽さだけが武器だ。誰かが出てくるけどね。横田もでもマラソンやりたいって言ってたね。ああ、でもなんかできそうだよね。うん、ハーフは、ハーフは。ニューイヤー駅伝の道はさ、本当真剣に金子を MGC 狙わせたら、それでニューイヤー駅伝出れるってことだよね。でかいよね。金子絶対いけるでしょ。マジで。強さがあるし、しかも。はい、横田、ここはまだ溜めてってね。絶対自信のあるところから行っていいからね。今 YKK 強いよね。うん、YKK ね。横田、じぶったいだろうな。誰か出てほしいだろうな。ペースがちょっと落ちた。前抜けるよ。13、あと1周で 5000m。何分ぐらいできそう？13分22、24分40ぐらいか。いや、14分30、ん？そうね、30後半から40ぐらい、うん、30後半かもしれない。これでも上がるんじゃないの？こう、はい、5000からみんなで上げていこう。5000からみんなで上げていこう。どこだか引っ張ってるぞ。あ、だめだ、ほんで40かっちゃうな、これ。35、36。だんだん上げてけ。42ぐらいかかるかな。42。いいこと巻いてた。ここ3分1秒かってるもんね。うん、もったいないね。もったいないね。早く行ったらいいんだよ。これも
これでかなり余裕があるってことは、横田いいね。うん、右なんだね。はい、お疲れ。はい、横田いいよ、自信持ってこうな。もし頑張ってみて。14分42秒。でもスタート右であとラップ左ですよ。そうスタート右でラップ左で、で400で1000メートルのところに向かって、はい、1000メートルは流し込みでいいや。よいしょ。29、20って平国で出したやつだよね。そう、はい、俺見てたもん絶対。ほら、熱いそれ1回だけ1回だけですねすごいね。セカンドベスト30分15ぐらいだったんで。すげえね、一気にすごいね、セカンドベスト更新したの。しかもあの一番後ろ今日ラスト相当上がったでしょ。いや最後も最低でも29分台はと思ったんで、うん、2分50ぐらいいったぐらいです、ね、2分50ぐらいいってるよね、うん、だって27分3秒で通過してるから、うん、2分50分49でいってんの。すごいな、何気にラストなんだよ、ね、すげえな、かなりその一番後ろから走って5000、後半タイム5000の5000も今季ベストなんじゃないの。5000前半15分来たりそうだよな、ね、5000 14分53秒。すげえな、さすがはもうかなりは絶対ロード使える、間違いない。いいね、はい、いいよ横田、自分でしっかり作れてるよ。いいペース、いいペース。前向きやばいね、完全に。まだついてる。前向きになんか見えないかな。ちょっと離れ出してる。離れた。離れ出してる。ああ、まあもう一回離れたなんだよな。ダメだ。ここだよな、だってまだいくつ？だってまだ18分、6000は通過してない。6000は通過してない、ね、6200だ。6200で話しだったらきついだろうな。30分かんじゃない、さすがにかんじゃない。10分10分、まあ、あと10周よかった、粘るのつらいよね、うん、よくよく引っ張ってる。うん、ずっと引っ張ってる。5000からきついね。はいよ、ずっと71でいってるからね。あの組ここだよな。そんなことちょっと離れた。レディーさんもなんかたくさん人がいすぎてわかんないね。すげえ撮ってるけど、なんかあんま回ってるよね。すごいいい会社なんだよね。普通じゃ入れない会社ですよ。ハイブソフト、うん、超有料企業。地元じゃ超有料でしょ、うん、まあ、なんだってね、 ND ソフトスタジアムがね、あ厳しいね、うん、かなり顔がきつそうだから。7000、まだ7000じゃない、まだ7000じゃない。今6600、今6700。厳しいね、厳しいな。あそこで7000だね。29分台出るか出ないかだな、これだったら。まあ、この集団から離れなきゃいいけど、彼が
はい、一回あなると離れて、あ全く粘れないみたいな。はい、向こうでラスト3000で、向こうでラスト3000。もう一回、あここ粘んなきゃいけない。まだ29台ペースだからな。あの君そこ粘んなきゃダメだよ。帰り今日26 29帰りで多分1秒縮めて、チェキノさんで1秒縮めて、水木で5秒ぐらい縮めたんだよ。一気に涼しくなったね。もう一撃もやってました。暑かったね。あ、まあ、今20分40分で3分です。いいよ。チェキさんでも余裕だったでしょ。はい。はい、いいんですこれ、はい。予定通り。21日後にピークが来るよ。これが終わったら集合ちょっとして、で3組目のダンスが終わるタイミングで上がってもらう感じになると思うので、ダンスをしとったら上がってもらう。もう帰る。じゃあそうやったらじゃあここで集合します。見ろよ。本当に。なんか誰か応援してる人いるなと思って、つぼいこの後来るから、そんな止まって応援してるわけないなと思ったんですけど、終わってつぼいに聞いたら、あ、僕ですよ。すごい。それは自信心が強いな。なべちゃんベスト何秒更新したの？公式は、すごいな。ちょっとでもないな。あやのくさん、つかなきゃつかなきゃ。1分45秒ベスト更新する。無理だな。よかった、すごいな。あの年にさ、やっぱさ、頑張ってもさ、上に上がっちゃってっからダメなんだろうな。あれ変えなきゃ絶対無理。よかった、うまく走ってるな。よかった君、あれ71秒ぐらい、うん、次では 8000m。 このちょっと首がちょっと恵まれなかったけど力あるんだよ。23分30後半ぐらい。あ、でも30 36。ああ29分20台ですよね。はい、横田いいよ、しっかりレース作ってるよ。いいよ、あと5周、あと5周で勝つよ、勝つよ。宇野くんは、宇野くんはそこの位置だね。前も後ろ溜めてるから27分55。1万でこんだけ引っ張ったら相当不利だよな。いや50、誰か出てくんねえよ。投げた24、23分50。まあ、結構ギリ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 だけど、よかった上げたから。ギリギリだけどもう3分11分かってるから、30分10ぐらいかかる。まあ最低限粘ってるけどね。あの微妙な間、29.6。今季ベストが29.15ぐらい。それはちょっと難しいけど、まあ、レース展開はいいよね。一人で走ってる人、あとここがピークじゃないから、よし、ずっと合宿から追い込んでて、今週だけちょっと水曜日から落としただけだからね。はい、横田いいよ、
はい、十分十分、いいぞ、勝つぞ。ああいう走りだよ、あの走りだよ、横田も東の時も引っ張ったからね、あれ強いよ、やっぱああいう走りできないよね。なんか粘ってんな。そこもう一回粘ろう。誰かここで一回前に出てくれればちょっと休めんだけどな。前出さないようにしてるもんね、もうね。すごいね。一になってここ開ける、ここいいと思うね。この200開けるんだよあいつ。あの集団ちょっとちびたいだろ。うん、まあ、でもなかなか難しい。二人ちぎれた。日立物流誰だろう。一人は。いいよ、横田あと三回。横田いいよ、後ろどんどん離れてる。あと五人の集団。上田健太ってまだやってたの。ちょっと戻ってきたんじゃない？これか。まあ頑張ってるけどな。なんか写真頑張ってるよな。前に進まないな。20。でもなんかペースが53、54、55。いや、横田の走りは価値ありますね。50は上げるな。もう一回、もう一回。さすがにこう3分という感じだ。いいぞ横田、勝てるぞ横田、勝てるぞ。はい、実業団みんな離れたよ。もう OK、ワイト。もう大学生ラスト強そうだな、はい、でも横田さんもスピードある、うん、あでもラスト離してる、離してる、すげえな、さすが東海地区の全日本予選でいつも一番だの、ね、一番の男はある、勘がある、勘が、あの子20分できるよ、どう前行けるよ、これで勝ったらすごいよね、5000から全部引っ張ってるからね、あの後ろの子強そう東海、東海、しかも東海後ろの子はすげえ溜めてそうで、横田ね、ラスト100超強いんですよ、でそこまで勝負できたら、でももう10番過ぎるぐらい、まあレース作ったらね、一人出してるよ、いいぞ、今季ベスト狙えるぞ、あ、よかった、今季ベスト狙える、60で来い、60で、よく上がってる、20秒台いける、あ、ありがとう、横田すごいな、あ、行った、あ、東海いやでも横田も強いよ、横田すごいすごいすごい、見せ場すごい、これは記録、もう見ろこの女性のこの赤い線が、なんつうの、黄色い線か、え、キラキラ、行こう、あ、もう一回来るよ横田、ラスト200強いから、18。ラスト2分40ぐらいだからね、切れるぞ、
ラストは限界だ。よかった、上出来。もったいなかったけど十分だね。全日本1500出ただけのことはある。いやいや、ラスト負けた。悔しいね。でも最後2分40までいった。お疲れ様でした。